このゲーム、ハイライトで振り返ってみましょう。さあ、一軍復帰が期待されるスワローズ、ピーターズが先発ピッチャー。初回、1番バッターの高部にヒットを許しまして、立ち上がりどうかなというところ。続く2番の和田にもヒットを許します。連続ヒット。レフトもしっかりと前進はしてきましたが、届きませんでした。しかしその後ダブルプレーで回りまして、このピンチを切り抜きました。ピーターズ4番の松川、ダブルプレーに倒れました。さあ、一方の千葉ロッテマリーンズ、先発は高野。初回3番の西田に2アウトからセンター前ヒットを許しました。ただその打撃に期待がかかる沢井に対しましては、ファーストフライに仕留めまして、ファースト西川がもうほとんどマウンドの上に来ましたが、そのファースト西川が取ってスリーアウトです。そして3回の裏、この回はフォアボールで松井が出塁していましたが、その後は1番赤羽、2番西村と連続三振に仕留めまして、このピンチも切り抜けます。非常に安定感のあるピッチングを披露しました高野。そして4回の表、2番の和田、先制ホームラン、しっかりと振り抜きました。軽やかな足取り、非常に足が速いです。さあ、このゲーム貴重なソロホームラン。ピーターズも好投を続けて、ヒットは許したものの切り抜けていたんですが、和田にソロホームランを許しましたが、さあ回は進んで6回の表、千葉ロッテマリーンズは4番の松川光のタイムリーヒットが出まして、追加点2対0。こうして徐々に松川も調子を上げていってほしいものです。しかしそのすぐ裏、6回の裏です。ワンアウト二塁三塁で松本優の同点タイムリーヒット。しかし攻撃はここで終わりませんでした。ワンアウトランナー一塁三塁、ここで北村の勝ち越しのヒット、これが3点目。非常にピッチャー投手陣も踏ん張ってはいるんですけれども、3対2スワローズが逆転に6回の裏成功しまして、ゲームは終盤に入っていきます。7回の表、ワンアウトランナー1塁3塁、池田ヒットで出塁、谷川も出塁していたんですが、勝又ダブルプレーに倒れて得点はなりませんでした千葉ロッテマリーンズ。山野は結果4イニングス投げまして、失点は1つ許しましたけれども、このピンチは切り抜けています。さあ、最終回マウンドに上がりましたのはケラです。ここもしっかりと切り抜けてという期待も高まりましたが、ヒットとフォアボールで出塁許しまして、ここで得点が入ります。早水のタイムリーヒットがありまして、5対3逆転に成功。そして最終回スワローズ2アウトながらランナー2塁1塁という状況にはなりましたが、最後はセカンドフライ、最後鈴木が踏ん張りました。結果5対3で千葉ロッテマリーンズが勝利を収めています。
丸一の勝ちでございます。勝利投手、平畑。